お二人とも、これをどうぞ。僕らは昨夜さんからカバンを受け取った。ここに幻想郷で使える通貨と地図を入れてます。この地図はパチュリー様が作られたもので、行きたい場所に魔力を込めると、方角をその場所に示してくれる特殊なものです。やっぱ師匠はすげえな。それとお弁当も入れておきましたよ。いろいろありがとうございます。いえいえ、お嬢様が望んだことを行ったまでですよ。じゃあ、ゼミリアによろしく伝えておいてください。そしたら行くか、夏樹。よし、じゃあ行ってきます。行ってらっしゃいませ。僕らは人里を目指していた。そんな中、僕はあることに気づいた。そういえばここ、前にルーミアに襲われた場所だ。ここに人食い妖怪が出るのか。だが安心しろ、その時は俺が守ってやる。それはとても心強い。僕の腕を食いちぎりに来たのかよ。もうしないもうしない。それは本当か。この前みたいなことになるならもうしないよ。それに本当は食べたくないのに。ん、ということは食欲を抑えることができなくて僕を食おうとしたってことなのか。うん、そういうこと。それなら仕方なかったことなのかな。本能には逆らえないからね。僕だって授業中寝たらダメなのに、寝たいという思いが強くなってしまうんだよね。それで寝てしまう。これが本能に逆らえないということだよ。それは本能じゃないだろ。よくわからないけど本当にごめんなさい。いいんだよ。僕も同じ立場だったとしてもどうしようもないんだから。お兄さんたち、そういえば名前は。僕は星海ナマコ、ナマコだ。僕は天川夏樹、夏樹って呼んでくれ。そういえば、なぜ今僕らを食おうとしなかったんだ。単純にお腹が空いていないだけ。ルーちゃん、大丈夫。と、氷の羽を生やした少女がやってきた。そこの人間、ルーちゃんをいじめるな。あ、チルノちゃん、違うの。はっはっは、そこの人間、喧嘩を売る相手を間違えたようだな。誰も売ってないんだが。この幻想郷最強の値が懲らしめてやる。ホース、アイスクルマシンガン。幻想郷最強、何かヤバいのが来るんじゃ。と、心配していたが。あれ？簡単に避けることができた。これだけじゃないよ。ロープ、パーフェクトフリーズ。今度はもっと強力みたいだったが、なぜかその攻撃は僕から離れたところに向かって放たれた。ん？幻想郷最強。総合、小型爆弾。あ、ちょっとナマコ、それはやりすぎじゃ。大丈夫。コホンコホン、なんだ今のは。ダメージを極限に抑え込んだ爆弾だよ。マジかよ、その能力そんな器用なことまでできるのかよ。なんかできたんだよね。くそー、最強の値が負けるなんて。チルノちゃん、その人たちは私をいじめてなんかないよ。そうだったのか、なら言ってくれればよかったのに。ちゃんと言ったよ。これじゃあ値の最強の名に傷がついてしまう。今から修行だー。何だったのだろうか。幻想郷最強は霊夢なんだけどね。え、そうだったの。今度聞いてみよう。じゃあ、僕らは今から人里に行くから、また会おうな。うん、じゃあね。僕らは人里に到着した。おお、江戸時代の街並みみたいだな。でも城が建ってるわけでもないな。お、あそこでなんか売ってるぞ。やった、みたらし団子だ。
いらっしゃい、お兄さん。団子いくつか割れますか？じゃあ10本。お客さん、そんな食べれるんですか？あそこで待ってる友達と食べるので大丈夫です。ほんじゃ代金800円頂戴します。これで大丈夫ですか？ほう、足りてますね。じゃあどうぞ。毎度あり。僕は団子を受け取って、夏樹のところに向かった。おい、団子買ってきたよ。お、うまそうだな。そしたら早速食べるか。もぐもぐ。わあ、これはうまい。どれどれ。もぐもぐ。ほんとだ、これは今まで食べてきたみたらし団子の中で一番うまいな。そんな感じで団子を完食した後、誰かがやってきた。おや、見かけない顔だね。もしかして、君たちが最近幻想入りした外来人なのかい？あ、はい。星海なまこです。こっちは友達の天川夏樹です。私は上白沢慶ね、寺子屋で教師をやっているものだ。よろしく。ところで君たちは、どうして人里に来たんだい？僕らは今、幻想郷を観光してるんです。そこで最初に来たのが、ここなんです。そうだったのか。そうだ。今夜ここに泊まるだろう。もしかして、どこか宿を探してるんじゃないか。ああ、ちょうどそのことについて考えてました。なら、私がおすすめできる場所を紹介してあげよう。いいんですか。ありがとうございます。そして、僕らはケイネさんについて行った。どうだい、この部屋。気に入ったかい？はい、ちょうどいい広さですね。それに敷布団、久しぶりだな。寝るのが待ち遠しいな。夏樹くん、ナマコくんはどういう人なんだ？とにかく寝ることが大好きなやつですよ。一回僕が、誕生日プレゼントで枕をプレゼントしたとき、あいつは泣きながらお礼を言ってきたんです。心の友よ、って。独特すぎる個性だな。よしナマコ、宿泊場所も確保できたし、他のところも見て回るか。よし、レッツゴー。ケイネさん、ありがとうございました。うん、もし困ったことがあれば、また声をかけてくれ。その後、僕らはいろいろなところを見て回った。そして、気がつけば夜になっていたので、宿に戻った。はぁ、楽しかった。江戸時代みたいな街、いいところだな。昼に食べた咲夜さんの弁当も、すごく美味しかったな。今日だけでも、すごくいい思い出ができたな。そして、僕らは布団を敷いた。ふわぁ、眠い。布団に入ると、一日の疲れが一気に吹き飛んだような気がした。幻想郷って、すごくいいところだな。それに、なんか懐かしかったな。はは、懐かしいんだな。明日行くところが楽しみだな。そうだね、じゃあおやすみ。そして、僕らは眠りについた。We'll be right back.